はようございます。今日は京都大原の、コンピラ山に、登りたいと思います。おはようございます。今日は恵文神社の方からコンピラ山に登りたいと思います。恵文神社前って書いてるわ。書いてるわ。あ、京都一周トレイル。あ、出てきた。ほんま。あ、恵文峠まっすぐや。うん。恵文神社はまっすぐやね。トイレもあるわ。こっから、恵文峠に。行ける？取れる？で、これを滑りなんかな？行かなあかん。これコンピラ山の登山道違うんや。まだ違う。今回は京都大原にそびえるコンピラ山に登ります。苔むした趣のある登山道を登っていきます。ロッククライミングのゲレンデからは大原の里や比叡山が一望でき、美しい景色が楽しめます。それでは恵文峠から登山開始です。あ、道路に出たわ。うん、恵文峠までが遠いな、うん、他やっとこさやで。コンピラ山のここからコンピラ山の登山口になります。今から出発します。なんか苔むしてて綺麗やな、これな。見てこの木、うん、おしゃれな木やな。ビルいっぱいおるわ。うわ、ほら、うん、うわ、うっそ。注意せなあかんな。ちょっとマジで、うん、ここ山ビルおんの。山ビルあれや、上がってきとってこうタイツとかでも通り抜けるんかな。かもしれん。うわマジでもうちゃうの、これ。これ葉っぱ。これなんや。あ、山ビルや。せやろ、昼やん、ほら。あんまちょっと立ち止まられへんやん。うん。いや、もう。もう昼すごいやん、もう。昼と戦う感じになってきたやん。じゃ、靴の中にさ、あ、ほら、上がってきた、上がってきた。ちょっと待って、これ、靴の隙間とかから入ってくるから。その靴はな、隙間ないから大丈夫。あ、なんか見えてきたよ。見えてきた。もう立ち止まってあかんねん、うん、昼くんねんて。チェックしながら進まんとこれやられるで。なあ、あ、おる？あ、足についてる。あ、よいしょ。もうこんな状態あれやな、もうカツラギさん以来やな。顎の映ってる。アブ事件。アブ事
件の次昼事件や。昼さえおれへんかったらすごいなんか綺麗から、うん、楽しみながらな登れるのに昼怖いわ。でロッククライミングゲレンデこっちや、うん、こっちやな、うん、ちょっと見に行こう。ロッククライミングゲレンデ行きます。上の方もおんのかな。どうやろうな、下ほどおらんかもしれん、うん、さっきねチラってめくった時にここにでっかいヒルくっついてて今まで後残ってるんですけどめっちゃでっかいのここにいてたから、これめくれへんかったらもうずんずん上がってくるもんね。血吸おうとしてる。そう、もうすごい怖いな。ここふかふかや、うん、もうすぐかな。ちょっとこの辺ややこしくて、今道外しました。今ロッククライミングゲレンデの方に行こうとしてます。これや、うん、それ。あ、そうな、ロッククライミングゲレンデ来たよ。うん、でも靴脱がなな、私多分足の中入ってんで。うわ、これか、よいしょ。おー、すごいけどちょっと危ないな。ちょっと怖いね。うん、怖いな。ここでちょっとここ昼いなさそうなので、このゲレンデの岩場のところでおやつタイムにしたいと思います。もうサンドイッチとかおにぎりはもういつもの感じで、これだけ青さご飯わさびのりりっていうちょっと美味しさやったんで買ってみました。で今日サクサクパンダとこれ、これ見てください。カラムーチョじゃなくってカチムーチョ、炎のウインナー見てカチムーチョ、小池屋ね、カチムーチョ、うん、掃除する、もう掃除しよう、掃除する、こんな感じ、最悪や。あ、これめっちゃウインナーの味するわ。あ、そうなんや。やばい、ほんのちょっと片付けるはい、綺麗になりました、掃除しました。これ多分昼のたたりやと思います。こっから神社に、うん、こっからコンピラ山の山頂に、山頂、うん、行きます。この辺はおらんっぽいな。おらんか、うん、見えへんわ。やっぱりあの沢のところが多かったかな、水のとこかな、うん、うん、あ、地図のやつが倒れてる、倒れてんの、あ、ジャッコインとか、うん、水体さんって書いてあるやつが倒れてる。鳥が見えた、うん、狼さん、うん、入ります。え、道が、あ、ほんでこっちか、うん、あ、ほんまや、なんか立ってる、あ、なんか立ってるな。これな、確かな、なんか字が読まれへんような、字が読まれへんような、これハングル文字じゃないの、うん、神様の言葉、何やったっけな、そうな、なんかそんなやつやね。あ、そうなんや、ハングル文字じゃないの。あっこやな、うん、山頂、あら、ほんまや、うん、割れて持てるやん、うん、あ、ひっくり返ってんや、 あ、ほんまやなあ、うん、いいじゃん、到着、はい、コンピラさん 572.8m 雨乞いの山。
うん、で下やな、下行ったらコンピュラさんの、コンピュラ神社やな、うん、今から下山します。あの方向は現在地ここで若光院の方に向いて帰っていきたいと思います。書いてあんねんけど、あとどれぐらいとか書いてないから、うん、分からへん。本には初級って書いてたけど結構難しいです。道とかも案外分かりにくいし。両方鍵や。こっち通れるんじゃん。こっちこっち。おー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 おおおめっちゃ開いた。はい、今ちょっと舗装道路の方に降りてきました。今日は江文峠の方から登ったんですけど、昼がものすごいいてました。あんなに昼くっついてきたの初めての経験で、次からは食卓園か塩水を持っていこうかなと思いました。それとちょっとね、道が分かりづらいところが多々ありました。なので行かれる時は十分気をつけて登っていただきたいと思います。でちょっと今舗装道路に降りてきて、ここからは駐車場まで30分ほど歩いて戻りたいと思います。今日はコンピラ山、京都大原のコンピラ山に登りました。